遺伝子変換は、ある DNA 配列が相当な配列によって、置換され、同一な配列となる過程である。遺伝子変換は対立遺伝子間の変換、すなわちある遺伝子の一方のアレルが、同じ遺伝子の他方のアレルを置換する場合と、異所性の変換、すなわちあるパラログ配列が、他のパラログ配列を置換する場合とがある。対立遺伝子変換は、 原数分裂過程でのヘテロ接合部遺管の騒動、組み換えによって塩基体のミスマッチが生じた際に起こる。このミスマッチは細胞内の装置によって認識されて修正され、一方のアレルは他方のアレルへと変換される。これによって生殖細胞でアレルのヒメンデル型分離が引き起こされる場合がある。組み換えは原数分裂時だけでなく、 DNA 損傷によって引き起こされた日本左折断の修復機構としても起こる。日本左折断は通常は壊れた日本鎖の騒動染色体ではなくしまい染色分体を用いて修復されるため対立遺伝子変換は生じない。また、組み換えはゲノム上の異なる遺伝子座に存在する騒動配列間でも生じることがあり、こうしたパラログ配列は 以前の遺伝子重複の結果生じたものである場合がある。パラロング配列間で生じた遺伝子変換は遺伝子ファミリーの協調進化を担うと推測されている。減数分裂時の組み替えは日本差切断、またはギャップの形成によって開始される。その後、相同染色体との対合、鎖の侵入によって組み替え修復過程が開始される。ギャップの修復によって、 隣接部位に乗り換え型、または日乗り換え型の領域が生じる。乗り換え型の修復はダブルホリデージアイクションモデルによって行われると考えられており、上の図の右側に示されている。日乗り換え型の修復は主にスザモデルによって行われると考えられており、左側に示されている。組み換えの大部分はスザ経路によって行われているようである。あるアレルから、 他のアレルへの変換は、減数分裂時の相動組み替えのミスマッチ修復によるものであることが多い。この過程では4つの染色分体のうちの1つが他の染色分体と対合し DNA 差の移行とそれに続いてミスマッチ修復が起こる。これによって染色体の1つの配列が変化し他方と同一なものとなる。減数分裂時の組み替えは日本左折団の 形成によって開始される。切断部の5末端は分解され、数百ヌクレオチドからなる、長い3オーバーハングが残される。その後、これらの3一本ぐさり DNA 断片は、相動染色体の相動配列へ侵入し、様々な経路によって修復されて、乗り換え型、または、日乗り換え型の染色体となる。組み換え過程の様々な段階で、 ヘテイロ2本鎖 DNA が形成される。ヘテイロ2本鎖 DNA にミスマッチが存在する場合、一方の鎖の配列は他方の鎖に完全に相補的となるよう修復され、その結果、一方の配列は他方の配列へと変換される。この修復過程は図で示されている2つの経路のいずれかによって行われる。一方の経路では、 ダブルホリデージャンクションと呼ばれる構造が形成され、DNA 差の交換が行われる。他方の経路は、シンセシス・リペンデント・ストランド・アニリング経路と呼ばれ、情報の交換は行われるが、物理的な交換は行われない。遺伝子変換は、組み換え部位の DNA が、ヘテロ接合型であり、スザ経路による、相動組み換えが行われた場合に生じる。遺伝子変換は、 DHJ を伴う組み換え修復過程でも生じることがあるが、この遺伝子変換は DHJ の両側での DNA 日本鎖の物理的な組み換えへと関係している。偏った遺伝子変換は、ある遺伝子変換のイベントにおいて、あるアレルが他のアレルよりも共有側となる可能性が高いような場合を指す。例えば T、G ミスマッチが起こった場合、T、 A 塩期体よりも C、G 塩期体へと修正される可能性が多少高い。その結果、特定のアレルが次世代へ受け継がれる可能性が高くなる。偏りのない遺伝子変換は、双方の可能性が等しい確率で起こる場合を指す。GC に偏った遺伝子変換は、組み換え時の遺伝子変換によって、DNA の GC 顔料が増加する過程である。 酵母と人では GC に偏った遺伝子変換の証拠が存在し、近年では他の深核生物系統でも検証が行われている。解析された人の DNA 配列では乗り換え率と GC 含量には性の相関があることが判明している。人の X 染色体と Y 染色体の非常染色体領域は組み換え率が高く、また GC 含量も高いことが知られている。 強調進化が起こっている特定の哺乳類遺伝子は非常に GC 眼量が高い。人とマウスのヒストン遺伝子パラログの比較からは類似した配列からなるサブファミリーに属する遺伝子は比較的独特な配列を持つ遺伝子よりも GC 眼量が高いことが示されている。またミスマッチ修復過程にも GC への偏りの証拠が存在する。これは メチルカシトシンの脱アミノ化による CT 変換に対する適応である可能性が考えられている。マウスフキシー遺伝子マウスに近縁な一部の哺乳類ではフキシーまたはミッド1遺伝子は X 染色体の性連鎖領域に位置している。しかしムスムスクルスでは遺伝子の3末端が X 染色体のパールと重複する転移が起こっている。パールは 組み換えのホットスポットとして知られている。遺伝子のパールに位置する領域では、コドンの3番目の塩基やイントロンで劇的な GC 含量と地管率の増加が見られるが、遺伝子の小側の性連鎖領域に位置する領域では見られない。組み換え率が増加した遺伝子領域でのみ GC 含量の増加が見られることは、この変化が 選択圧ではなく偏りのある遺伝子変換によるものであることを示している。ヒトゲノムへの影響ヒトゲノムの GC 含量には大きな多様性が存在するが、平均的な GC 含量が他の領域よりも高かったり低かったりするゲノム領域が存在するようである。こうした領域は常に明確な境界が見られるわけではないが、アイソコアとして知られている。 GC に富むアイソコアが存在する説明の一つとして、それらが組み換え率が高い領域での GC に偏った遺伝子変換によって進化した可能性を上げることができる。遺伝子変換の研究は、減数分裂時の組み換えへの適応的機能についての理解に寄与してきた。あるアレル体の減数分裂による通常の分離パターンは 2A、2R である。 低頻度な遺伝子変換を検出することで、乗り換え型、または、非乗り換え型染色体のいずれかが形成される二つの組み換え修復経路に関する知見が得られる。遺伝子変換は、A、または、A のアレルの近傍で、分子的な組み換えが起こった時に生じると考えられている。そのため、遺伝子変換に伴って、変換部位に近接した外部の染色体領域が、 乗り換え型、または日乗り換え型となる頻度を測定することが可能である。遺伝子変換の研究は様々な菌類で多数行われており、得られた知見はホワイトハウスによる創設としてまとめられている。この創設では研究が行われたいくつかの異なる菌類において、遺伝子変換の大部分は外部マーカーの交換と関係しておらず、すなわち日乗り換え型の組み替え、 えと関係していることが明らかにされている。こうした日のり替え型の遺伝子変換は主にすざ、経路によって行われる。この過程は変換部位で2つの相同染色体間での限られた情報の交換を伴うが DNA の物理的な交換は伴わず遺伝子の多様性はほとんど生み出されない。そのため、減数分裂時の組み替えへの適応的機能について 新たな遺伝的多様性の賛成や遺伝子の物理的交換による適応的利点にのみ焦点を当てた説明は不適切であるようである。一方、原数分裂時の組み替えへの大部分は配偶子へ受け継がれる DNA 中の損傷を修復するための適応としての説明が可能である。組み替えが DNA 修復への適応であるという観点からは興味深いことであるが、 工房では、有意と分裂を行う細胞での遺伝子変換は、紫外線や電離放射線の照射によって増加することが示されている。遺伝子変換のタイプ。トランスに起こる非対立遺伝子変換、または異なる遺伝子様の遺伝子変換。シスに起こる異なる遺伝子様の遺伝子変換。との遺伝子変換は事実上区別することができない。 相同染色体間の対立遺伝子変換。より、人の遺伝子疾患に関する議論において、二遺伝子を介した遺伝子変換によって機能的遺伝子に病原性変異が導入されるというのはよく知られた変異の機構である。反対に、二遺伝子が異型として機能する可能性もある。二遺伝子を異型とした変化は、有害な影響を持たない限り、 最終的には固定される可能性がある。事実、偽遺伝子は配列の多様性の源として機能し、機能的遺伝子に新たな組み合わせをもたらし、選択に際して作用する可能性がある。シアル酸に結合する人の免疫グロブリンであるレクチン11は、こうした遺伝子変換が進化で大きな役割を果たした例であると考えられている。 人のシーグリック11の配列とチンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オランウータンの二世遺伝子を比較すると、人のシーグリック11では5上流領域と、隣接して存在する人シグリシッピー1 6二世、遺伝子の約2キロバイトの CR3 認識ドメインをコードするエクソンとの間で遺伝子変換が生じたようである。この出来事が、人族の進化に非常に重要な適応的変化を、 果たしたことを示唆する三つのエビデンスが存在する。その一つとして、人系統での巫女の遺伝子変換が起こったことで、大脳皮質でのシーグリック11の発言を獲得し、チンパンジーのものと比較して、大きな気質結合性の変化が生じていることが挙げられる。一方で人の進化過程における機能的また、 適応的な変化に対する偽遺伝子を介した遺伝子変換機構の寄与の頻度は未知であり、これまで研究はほとんど行われていない。時には遺伝子ファミリーの一部のメンバーに対するトランスポゾンの介入によってメンバー間の多様性が生じ、最終的には配列類似性が失われて遺伝子変換率は低下し分岐進化へとつながる可能性がある。ありがとうございます。